ちは、コスケアでございます。今日はね、便利グッズというか、この間ちょこっと言ったんだけど、なんていうのかな、小刃を塗った時に乾かすのをどうすんのって、そんな話をしてみようと思います。今日も始まりました。なんだろうね、喋ろうと思うと動画をスタートすると俺咳が出るってどういうことなんだろうね。そうじゃないときは出ないんだけどね。うん、今日紹介するグッズは、これ。これ。なんだこれでしょ。これ。このトゲトゲしたやつ。これ本来の用途は、動物がに入ってこられたら嫌だみたいなときに、庭に敷いとくとみんな足で踏んでこれ痛いじゃん。だから入ってこないと。そんなようなことをするやつで、この辺にポツポツと、いかん。ポツとこうあるでしょ？これ。これを、よいしょ。これに、こっちはオスがあるので、こう、連結できるんだよね。こう、パチンと。ここをパチンとつければ、パチンとはまるんですよ。こうね。で、大きくできるの。これをレザークラフトの何にするって、冒頭言ったんだけど、ね、小刃を乾かすとき、これだから、いっぱいやるときは、これじゃあ、面積が足りないっていうこともあるかもしれないけども、まあ、僕が普段主に使ってるやつは、割と乾くのが早いのでね、こんなんでも、十分、要はなすんですね。そう。まあ、はめなくてもいいか。で、これの、どんな風に使うかっていうのをね、ちょっとやってみようと思いますね。あ、はめたはいいけど、外れなかった。よし。おう！方は、すごく簡単です。例えばこれ、こう、ね、例えばここの面だけ、ここの面だけをやった場合は、こう置いとけばいいんですよ。じゃん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 、塗っちゃおき、塗っちゃおき、こうして、こうして、こうしておけば、ね、どこにもつかないで、乾かすことができますね。便利でしょ？で、ぐるりと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 ね、全部をこう塗った場合は、こう置けばいいんですね。こういうふうに置いていけば、で、ここ、見えるかな？ここがこうなっちゃダメだよね。こういうところ、うまく避けるように置かなきゃいけないんだけども、まあ、確率は減るよね。この端についてしまうっていう。まあ、ちょっと見ながらは、ならやれば、割と避けることはたやすいと思いますけども、こんな風にして使います。で、これがさ、ちっちゃいものとかは、これを、こうやって重ねるんですよ。えいと。こうすると、密度が倍。少々斜めになろうが何しようが、ちっちゃいものでも結構置けます。で、立てるにしても、いっぱいトゲトゲしてるんで、刺すとこが多いんで、ぴっちりとこう詰めて置けるんですね。なので、これ結構優れものでございます。うん。こんなのを使ってるよっていう。100円のダイソーとかそんなんで買ったんじゃなかったっけかな。ずいぶん前にね。ちょっとでも浮かんでればいいやっていうんだったら、こっちでも別に、こっちでもいいんだけども、こう置くときに。いいんだけれども、足が長いんで、こう、この中に指がこう入るでしょ。こういうふうに。ね、置くときにこう置けるっていうのもまたいいんですよ。なんだかんだ言ってね、これ、役に立ってます。よいしょ。って感じでね。お役立ちグッズはこんなもん、さらっと終わらせましたけど、そうなんですよ。僕のこの動画、ぶつくさ喋ってるやつは多いじゃん、こういうシーンが。ね、仕事しながら喋ってるっていうシーンが多いと思うんだけど、これがね、多分一部のだと思うんだけど、とても好評でございます。好評ってまあ、
お便りいただいた時にね、あの YouTube 見てます、作業しながら喋ってる動画好きですとか、いつも見てますとかね、言ってもらえるとね、やっぱり嬉しいよね。そうなんですよ、こういうのって需要あんのかいって思いつつも、割と見てくれてる方が多かったりもします。だからまあ最初とか最後にね、あのお役立ち情報みたいなポンと言って、無駄な時間がたくさん流れてるようですけども、そんなのもね、お楽しみいただけてるということで、うん、これからもこんなスタイルでやっていこうかなと思ってます。だからこうなんかやってる最中にさ、あれって思いついて、なんか急にやり始めたりしてますけども、まあそんなのもね、楽しみの一つにしていただけたらななんて思ってますけどね。なんてことないヘリ落としの動画ですね。こんなんでいいだろうかって前から思ってるんだけど、そういうことを言うたびに、こうそれでいいですよっていうお言葉をいただけて、ちょっと心苦しかったりするんだけどね。これはね、あの裏を隙を入れてないの減圧なんですけど、こんな感じにブライドル、このかすかにこう感じる、わかりますかね、ヒビヒビっとしてるの、これがこの表情がまた良かったりするね。これがまたね、これ白っぽくなってるんだけど、これはブルームなんだろうかね、やっぱりあのね、あの積み重ねて置いてあるわけじゃん、平でね、こういうのは。これもブライドルですよね。このブライドルっていう革も本当魅力はありますよね。これはね、うちはあのライジングサンズケースなんて名前つけてますけど、まあまあ小銭入れとしてもお使いいただける小さなケースですけど、これもいくつ作ったんでしょうかね、膨大な数を作ってる気がします、今までの、で、ね、全部のトータルにすると。これのアイテムは本当目をつむってでも作れますわね、もうね。これね、この角だよね、角。この R 部分っていうのがやっぱりこうやりづらいと思うんだけど、やりづらかったらこう何回かに分けて確実にこう刃が当たるように、またこの間の動画でもやったけどね、あの綺麗に丸まんなかったら最後まとめてね、こう斜めにしてザーッとね、こんぐらいの角度にしてこうやってこすってあげればね、綺麗に丸くはできると思います。どっちにしろ磨くならね、毛羽だったって磨くときにほら収まるじゃん。よいしょ、でもね、こういうのって僕はこう なんだろうね、言葉にして残そう、ブログとかにして文字にして残そうと思ってるから、何をどうしてそうなのかとか、こうなのかとか、この時のコツはとか、ああだこうだいろいろ言ってますけどもね、言語化してるんですよね、やっぱ、うん、言ってみりゃ、これを言葉にしないで、ね、ひたすら黙々と作業をして、ね、言葉にするのが苦手な人もいるわけですよ。手先はとっても器用でね、すごくこう
何でもこなせるんだけどっていう方もいたりするでしょう。昔ながらの職人さんっていうのはなんかそういう人の方が多い気がするけどね。だから見て盗めみたいなことは言ったんじゃないかななんて思ったりもしますけども、でもね、言語化するってなんだろうね、こうアウトプットするっていうことはやっぱり ものすごくこう物事をこう記憶に定着させる効果がある気がしてます。これは浸透紙のプロ。ね、同じ作業を、全く同じ作業を、革の種類とか、ね、同じ種類でも色の違いとかで、どんな風な違いが出るんだろうみたいなのが、こうやって同じ作業をずっとやってると、結構感じたりしますね。これは僕が染めた、表面だけ染めた、いわゆる茶芯というやつですね。ね、半つや消しのトップコートしてあります。最近はあれだね、あのライダースミニがね、ライダースミニオールとかとっても人気があるんだけど、ライダースミニを作るんだけどそれとセットにして、ね、他のアイテムも持ちたいというお客様も結構いるんで、同時に作ることが多いです。しかし今日はね、ちょうどね、選挙の日なんですよ。どうなるんですかね。全く分かりませんが、今晩はニュースでも見ましょうかね。全くこう選挙のさにおいてのテレビのニュースって全くもって当てにならないと思いません？あんまりね、こう政治的なことはね、僕のチャンネルの中で喋るのやめようと思ってるんだけど、たまにね、ブログでも何でもこう我慢しきれずにポツポツと出たりしてますけども、この僕ら特にその政治的なこととかでいろんな人とこう議論を僕は交わしてるわけじゃないんだけれども、僕らの思うこととはあまりにこのテレビの報道とかね、あのニュース番組とかそういうのとかけ離れすぎてるよね。それはお前らが、それは今垂れ流してるのは、それお前らの願望だろうって思うことが多くないですか。ネットでそういう情報を発信してる人たちの方がはるかに正確だと思うんだよ。あの出口調査だなんだかんだとか言ってますけど、うちにも電話であの自動音声のやつでなんかね、アンケートとかかかってきますけど、だって見てたでしょ皆さんも、あの今年は総裁選が、自民党の総裁選すごい盛り上がったじゃないですかね。あれだってさ、テレビで言ってるやつと全く結果違ったでしょ。でその全然前からネット民たちがあの、ね、いろいろ議論をしてこう話してる内容の方が全然そっちに近かったじゃない。あ、まあまあ世論を誘導したいんだろうね、あいつらは。だからもう今テレビしか見てない人って少ないじゃん。特に若い子なんてテレビなんか見ちゃいないからね、選挙権持ってても。であの新聞とかもそうですよ。新聞なんかに全然ね、これはプロパガンダだろうみたいなのってもあったりするけど、そういうもんがもう聞かなくなってきてるよね。皆さんがこう自分での自身の考えとか、
ね、意見とかを持っていろんな人の情報を見て自分で選択する時代になってきてるじゃないですか。だからもういい加減ね、マスメディアはね、そういう世論を誘導するような真似は終わりにした方がいいと思うよ。素直にね、認めてね、ネットは悪だ、デマだって言い切ってますけども、お前らの方がデマだろってことすごく多いですもんね。キーホルダーもこうしてね、一応手作業で仕上げてますね。今回ブライドルが多いんで、キーホルダーもブライドルを一緒にね、いけるようにっていうんで、あ、これね、ちょっとね、僕謝らないといけないというか、なんていうか、これはアイテムと一緒にね、ポンってカートに入れて、例えばこのバーガンディってこの色のレザーアイテムが売ってて、ね、あ、セットで欲しいなと思って一緒にカートに入れて買ってもいただけたらななんて思って、そのロットそのロットでこうね、切り出すときにさ、どうしたってこれぐらいの大きさのあの半端で出たりするから、それでまあ数決めないでね、作ってるんですけど、これがね、ほっといたらなくなっちゃうからか、先にこれだけ買われるお客さん多いんだよね。でよし、キーホルダー先に買ったと。で、本家本元のね、あのライダースミニだったりカードケースだったり、うちのレザーアイテム買おうと思うと、そっち買えなかったっていう方もいるんじゃないかなと思って、それがちょっと申し訳ないなって思ってるんですよね。まあだから十分な数を準備してね、これもね、同時に買っていただけるぐらい、こうだから売れ残って余ってるぐらいにしとかなきゃなっては思ってるんですが、こればっかり作ってるわけにもいかないのでとかいうね、うん、今私はそんな感じでございます。しかし今回の総選挙はどうなんでしょう。投票率も気になりますね。本当こう投票率もっと上がんなきゃダメだろうなと思ってますよ。よし、まあ興味ない人にとっちゃ僕が今話してるような内容なんていうのはとってもつまらん話だろうなとは思ってるんですけど、ちょっとね、関心持って自分たちの生活にね、直接関わることですからね、僕たちができることってその1票をしか持ってないわけですよ。ね、その1票を誰に入れるかってとっても大事なことなんだなと思ってます。ね、このレザーのことをどうどうこうのこう政権として掲げる党なんていうのはないから、でもね、この輸入の関税だったり何だったりあるでしょ、ね、僕らはそういうの直結してますから ね、どの候補者はどんなことを言ってんだなんだかんだとかさ、これもでもね、耳障りのいいことしか言わない人もいっぱいいるわけじゃん、政権の選挙だからさ、おめえそんなこと言ってそれ実際できんのかよって、できもねえ、できもしねえことをペラペラとおめえよっていうのも言いますよね。それ本当にできんだろうなんて、どうせできやしねえんだろうっていうことばっかり言ってるところもありますからね。やだやだと思いますけど、今回のロットもなんだかんだ結構ありますよ。今回780ぐらいあるんじゃないかな、全部アイテム総数。もっとあるかな、もっとありそうだな。100個ぐらいやってるかもしれないね。
いた、刺さった。そう、ね、親子で見てくれてるっていう方もいてね、ちょっと嬉しいですよね。ドゥンドゥンってやつとかね、うーとかね、一緒に言ってるらしいですよ。はい、僕のチャンネルなんか見てるとろくな大人にならないんでね、あんまり見ない方がいいですよ。多分ね、減り落としだけでも今回のロットね、やろ、あんまり1日はかかんねえか。でも半日以上かかりそうだな。ひたすら長い、長い下ごしらえ時間が必要かなと。あんまり数が多いとね、途中でね、嫌になっちゃったりするんで、ある程度の数に抑えておいた方がいいよね。だから100個作るにしてもさ、50-50に2回に分けたりとかね、一つの作業をバーッとまとめて100個もやった方が早いんだよ。早いんだけども、気持ちって大事じゃんね。気持ちね、こう気持ちを切らさないでできる個数ってあるじゃん、やっぱり。なあ、まっちゃるいこと言ってんじゃねえよって聞こえてきそうですけどね、量産やられてる方にはね。おめえなんて量産に入らねえよって怒られちゃうそうです、ね、500のロットとか1000個のロットとかやられてる職人さんもいるわけじゃないですかね。でもね、僕はこういう、まあ、こういう仕事をするからこそ、するからこそね、こういう道具でも何でも正当な判断ができるんだろうなって思ってるんですよ。例えば今減り落とししてますけど、これ落としてる面はこれ全部今度は磨きが入るわけですよ。これ全部今回磨き仕上げなんでね。だからこそいろんなものの比較もできるし、違いも正当に評価できるんじゃないかなって思ってます。だってさ、あ、まあいいか、まあ、ちょこっとだけ言うと、これやってないで、やってないじゃん、売ってる人たちは。こういうただ材料を売ってるところじゃん。あ、実際に手を動かしてる職人さんのお店もありますよ、もちろん。もちろんあるけどもね、質問聞いたって何も答えられるわけねえだろうって僕は思ってますけどね。あ、ちょっと悪いご助けが出ましたね。でもそう、販売店さんによってはね、頑張ってね、こう動画とかを出してるところもありますよね。こういうふうに使いますよとか。それがさ、どことは言わないけど、うわそれ、うわそれ、そうやって使っちゃう、教えてあげたいって思うこともあるんだけど、余計なことは言わないのと思ってスルーしてます。はい、まあマニアックなことだったり、別にそうやったからって大して変わんねえよっていうことだったりもするんだけどもさ、やっぱり一応プロ目線っていうのってさ、それはそうじゃないんじゃないかいって思うこともあったりするんですよ。はい、よいしょ。でもね、そういう辛口なコメントってね、まあまああれだろうね、例えばツイッターとかだったらリプライとかじゃなくて、ダイレクトメッセージでね、そっと教えてあげるとかね、そういう配慮はなきゃなと思ってますけど。同じね、狭い業界ですからね。
しかしあれだよね、アメリカはさ、ね、芸人さんとか歌手とか、ね、いろんなアーティストの皆様も、ね、俺は共和党だ、ね、とかこう宣言するじゃないですか。ね、まあ、日本ではね、まあまあ偏ってるなというか、まあ、そちら側の支持なんだろうなっていう感じの方がはっきりと分かる方がいるけど、明確にそういうの宣言しないもんね。面白いね。でも圧倒的にこうマスコミ側とそうじゃない側でこうバチッと線が引かれてるよね今。この辺のことはあまり深く喋らんどこうね。でも僕の周りにはどういうわけだか僕と同じ考えというか方向を向いている人が多い気がします。うん、一部ですよ。マスコミと一緒にな方向を向いてこういろいろ言ってる人はどっちがマジョリティなんだろうって思いますけどね。あ、いかん、俺切れてる、ここ血で汚してないよね、今になって気がついた。いやー、これがまたさん、これもそうなんだけど、よいしょ、箱を上手に使いましょうって感じですね。さっきのやつね、俺先っちょすごく鋭く研いであるからね、それは切れるよね。よいしょ、まあまあ今回もつまらん動画になってしまいましたけども、よいしょ、またねこんな風にダラダラと喋りながらも続けていこうと思いますので、よかったらまた皆さん遊びに来てくださいませ。てな感じで今回の動画終わります。じゃあね、バイバイ。